無職の杉谷圭司です。ありがとうございます。まずはじめに、地球内から温かいご声援ありがとうございました。今日はベルーナドームの魅力をたくさん、取材してきました。中でも皆さん、バックスクリーン横にありますここに当たれば1億円、この企画、私今日、チャレンジさせていただきました。果たして1年間ライオンズの選手があちらに何人の選手が当てるのか、楽しみに見守っていきたいなと思っています。そしてベルーナドームの周りにはたくさんのグルメがあります。私全部一周しまして、グルメリポートをやらせていただきました。そういったことも、野球観戦を楽しみで撮っていきたいと思っています。そしてここからが一番大事です。4月テレビ朝日より杉谷拳士初の冠番組が、スタートします。杉谷拳士が取材中という形で、時間帯は深夜放送になるんですけども、徐々にゴールデンに進出したいなと思っています。お見逃しした方は、TVer でも、流れていますので皆さんぜひ見てください。それでは、魂を込めて一球投げさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは1番から投げ出し点です。バッターボックスにはライオンズから山川穂高選手に立っていただきます。それではお願いします。やっぱりグラウンドに向かっては、ただいま絶賛前進